はいどうもパチオですえー、今日は何の話をしていこうという,いうとね先週だ先週にねちょっとリクエストをねもらっててちょっと時事ネタとかからだいぶ外れちゃうんであれかなと思ったんだけど今のうちにやっとかないとっていうのでえー、池江璃花子さんをいじめている人について、えー、語ってくださいという、えー、リクエストがありましたえー、まあ でこういうリクエストは僕どんどんしてもらえるとそれについて調べてそれで、あのー、動画にあげるっていうね、えー、結構やりやすいスタイルなんでどんどんしてもらったらいいと思うんですけど、えー、個人的にね池江さんね水泳やってたんで僕、えー、すごい気になります、えー、白血病になってねそれを克服しました、えー、まあ個人的にはね、あのー、鍋おさみだっけ鍋やかんの親父さんあの人がなんか手かざしとかいうなんか謎の 何君は神様なのかみたいな、なんかそういうね、なあのそんなのじゃなくて、ちゃんとした科学的な医療を受けてほしいみたいなのを思ってるんですけど、まあそれは置いときましょう。まあ別の問題なんでね <coughs>、そういうスピリチュアルなやつは、まあいいですよ。まあその、オリンピックのね予選に当たるその全日本選手権的な大会なのかな、わからんけど。えー、っとね、 オリンピックを辞退しろみたいなね、あのー、そういうことを、まあ、ダイレクトメールとかねあの、ツイッターのリプライとかでやってくる、えー、嫌がらせが結構頻発したみたいですね。あのちなみにね、今はね、すべて削除されてて、あのそういうのを見ることできないんですけど、<laughs> まあ、そういうのをね、あの魚卓としてね、 あのちゃんんととまとめてるる人がいるんですよだからねあの、池江さんのツイッターを除いても見ることはできないんですけど、あのー、インターネットで探せばそういうのは出てきます。まあ、これに関してはねあの、どういう人が言ってて言ってて、なんで言ってるかってね、もう分かっちゃってるんですよ。えーまあ、なんで僕の、僕の思い込みでしゃべるわけではなくて、えー、事実としてそれを調査し,した人がいるんで、えー、その人の、 言ってることをそのまんま解説していこうと思います。えー、鳥海富士男さんという人がいます、えー、東大の教授ですね。<laughs> で、この人がね。あのー、どういう人かって、あの言、ー、うのをね。調べ、池江理香子さんをねに対して、そのオリンピックの事態を求めてる人っていうのをね、えー、調べたんですよ、えー、そしたら事態を求める。アカウントは、えー、応援する。アカウントより多くのリプライを送っていた。まあ一人当たりね。 あのそういうことらしいです、えー。事態を求めるアカウントの33%がフォロワー数10以下、えー、33%がプロフィール空白。あなんかステアカっぽいよね。そういう話を聞くと。えー、っと、誹謗中傷、まあ、死ねとかね。<laughs> まあそんな感じなんだろうけど。ね、あの、不細工とか。 <laughs> 例えばそういう感じ <laughs> まあ誹謗中傷していたアカウントの43.3%トを半分地形じゃねえかっていうねがフォロワー数10以下、えー、36.7%プロフィール空白4割っすねありがとうございますそのことからね、あのー、誹謗中傷してる人たちっていうのは、えー、サブアカウントが多いだろうと本若ではこんなこと言えませんよねって恥ずかしくてっていう感じがあるしまあその,その推測は俺当たってると思うんですよね 次にね、そのツイートをね、リプレイ、あのー、リプレイじゃねえ、リツイートとかして拡散してる人がいるんですよ、いいねとか。その人たちに対しても調べられていて、えー、その、事態を求めるツイートを拡散しているアカウントの80%近くが過去のツイートからリベラル系に属しているアカウント。まあ、リベラル系原発反対とか、安倍政権を許さないとか。いやまあ 色々ありましたよねえっ、ー、と、病床削減に反対しますだっけ、最近だと。えっ、ー、と、黒川検事長のなんとかかんとかとかね、えぇ、ー、MeToo とか、なんかそんな感じのやつですよね。まあ僕もね、頭の中にいろんなアカウントが思い浮かぶんですけどね、まああの、右側の論客の人っていうのはあんまり僕は覚え、あのー、見てないんですけど、まあ左側の人はね、 あの声が大きいというかよくねそのトレンドに乗せるためにみんなで自家発電してるんでえそれで見ることができますとまあそういうのをリツイートを繰り返してるアカウントっていうことだよね <laughs> でまあこのことからねえ俺の結論ですわ池江理香子さんにえオリンピック自体を求めてるのはパヨクの人ですという結論に至りました まあそうなんだけど、パヨクの人ってさ、オリンピック反対してる人多いじゃないですか。あれ、そもそもね、なんでオリンピックやってほしくないかわかりますあの、基本的にね、あの共産党の考えなんだけど、オリンピックってのは、え商売っていう考え方です、す商業オリンピックなんていう言い方するじゃないですか <laughs> あの。テレビ局とか大企業がね、オリンピックでしこたま儲けるんですよ。 でそのしこたま儲けるためにあの国のお金を使うのはおかしいじゃないかっていうそんな金があるんだったら、ね、あの困ってる人に、ね、いろいろ、ね、使ってやればいいじゃないかあと税金下げりゃいいじゃねえかっていうのが、えー、日本共産党の考え方なんですよねただこれ要するに、ね、赤の他人がボロ儲けするのが、ね、許せないですよ <laughs> あの多分自分らが儲かるんだったら、ね、賛成すると思いますよこれ基本パターンです えー、これに関してはね、あのー、これ、僕がこういう風に思って、一応これ、確認をしてみたんだけど、えー、日本共産党がのホームページか何かでね、<laughs> 日本共産党の東京支部だったか、日本共産党の本体だったか忘れたけど、のホームページに、このような、あのー、全く同じような主張が、えー、書いてあります。 <laughs> あの確認してみてびっくりしました俺ってエスパーじゃねえのかって自分で思いました <laughs> でもねあのー、パヨクの人ってね基本的にね経済のの概念がないんすよねあのー、予算さ国が予算作ってく使ってくれたらさ、えー、大企業とかっていうさ、あのー、たくさんのお金を生むんすよまあ 例えばオリンピックとか会場を作るのにさめちゃめちゃたくさんの人まあね例えばマンション作るんだってさあの一、ー、つのマンション作るのに、えー、何万人かがまあ仕事をするわけですよまあ人数じゃなくて人数だねうんでまあオリンピックの会場1個作ろうと思ったらさその国立競技場みたいなものを1個作ろうと思ったらもうそれこそ何十万っていうレベルでの人がねつ動員されるわけよ でそ,それに対してのお金も発生するし、まあ、その周りで商売してるなんか例えば工具を作る売るあのその人たちの飯代とかどうするのねあの宿泊する場所はどうなんだとかねあのこっちの方からオリンピックの関連で関東行ってる人も結構いますからねで飯とか弁当とかねどうするんだっていう話があるからねそのことで,そのことであの産業が生まれてえ経済が回るんですよねあのそういうい感じの 概念が基本的ににそういういい人にはないです、えー、困,困ってる人に配ったとしても、えー、税金を下げてもそうはならないですね。あのー、基本的にあの今貧乏な人は税金下げようがお金配ろうが貧乏ですあの。これ断言できるんだけど、あのー、お金持ちはそのお金を使ってもっと増やすことができます。 なんだけど、貧乏人に同じ額を渡したら、あそのおかげでお金で何を使おうで終了ですあの。そんなもんです、あのー。世の中の底辺にいる人間っていうのは、別に国のせいで底辺にいるわけじゃなくて、あのー、ちゃんとした理由があって底辺なんです。あのー、頭が悪いんです。経済のべ勉強をしてないとか、まあ、そういうような感じですよね。 あのと僕は思ってるんですけどねまあどまあ本当のとこはどうなんでしょうかっていうのはあるんですけどねでじゃあねそのこのパヨクっていう人たちの考えねそのオリンピックをの,の,ちょの話はちょっと置いておいてね考え方まあ今日ねそのちょっと有名なツイッターのユーザーの人がねあのツイートしてたのとそれに対するその、ね、コメント をその人がリ,リツイートしてたんで最後にそれをねちょっと紹介しようと思うんですけどえまあツイッターの,そのパヨク側の有名人にね凡人ンンエリックさんという人がいますフォロワー数2万9000人というあれなんですけどえ今朝のツイートですねあの全略してえ政権批判していない人たちは今の政府に不満はないのか例えば不況なのに二度も増税しかもその増税です 得得た税収で病床削減するななんて納得がいかないか保証もままならないのにいろいろ制限される本当に今の政府のままでいいのかってまあこのツイートだけで僕はもうツッコミどころ満載っすよねあのー、<laughs> 不況なのに二度も増税って言ってますけど不況じゃなかったっすよ好景気ですよあの不,不況なのはあなたが何もしてないからですっていうね あのー、僕に関しても僕が儲けてないのは僕が無能だからですあのー、景気は良かったんですよまあその辺がね右寄りの人の考え方とね左寄りの人との考え方の違いであのー、ね自分の無能をね他人のせいにしやすいんですよで政権とかのせいにねしやすいのが特徴でね まあ僕なんかが、僕が例えば思うことができてないときっていうのは、環境のせいにすることもあるけど、でも自分が頑張ればなんとかなったんじゃねえかっていう考え方なんですよね、基本的に。そういう考え方が合わないっていうのがね、あるんですよね。で、それをね、ツイートに関して、んてコメントを送ってきた、まあね、心に触れたんでしょうね、その凡人エリックさんがね、ま。あ 1>, 1日に何個かするリツイートの一つがこれだったんですけどね、えー「政治は変わらないと諦めてしまっている」は「政府の犬としてイエスマンに徹している」は「自分の生活に問題がなければ政府が何をやろうとか構わない」という層が多いんでしょうね、えー、政権批判やデモをダサいの一言で片づける人,人も多いですし為政者は無知で従順な人間ほどコントロールしやすい方がいいんでしょう というツイートをね、えー、その凡人ンンエリックさんはいいねを押してます。あ、いいねじゃねえや、リツイートだ。いいねを押してるかは俺は知らないや。<laughs> まあ、感想としてはね、あのー、こんな風にね、まあ、基本的には、あのー、左翼側の人って自分たちがちゃんと考えてるのに、他のやつは何も考えてないっていうね、他人を見下してるんですよ。あの、そういう見下してる連,連中の仲間になりたくないです俺。だからね、俺はね、次回もね、多分、地味に入れると思います。 あのまあ今までもね、あのー、投票してないか自民に入れ,てな入れてるかのどっちかなんですよ、僕の選択肢は。なんだからな、だから自民に不満があったら、投票しないという手段を取ってたことはあるんですけど、えー、今回は多分入れると思います。だって、こいつらの仲間が政権取ったら、俺、なんかすげえ嫌なことになりそうな気がするもんって、言うか、嫌なことになってたしね、立憲民主党さんというか、民主党さん時代ね。 あれ悪夢のって言ってるけど悪夢じゃないっていう人たちいるけどえ建設業界ほんとやばかったからねなんならうちの会社の職人単価もすごかったしねあのそれはうちの会社の努力不足だと思う人もまあいるかもしれないですけどまあいあの今の俺の理論で言うとね全体が下がってたんですよ あのー、うちのたうちと,うと同じことをやってる業界の人間の単価も俺知ってるんですよ別のとこでちょっとバイトしたこともあるからなんだけどどこも似たようなもんでしたで今な今そのまあアベノミクスの影響でその単価3割ぐらい上がってるんですよあのー、3割っすよあの経,経済成長率っていうこと考えるとさ そのー30%単価が上がるってさすごくないっていう意味でね結構ね僕はその自民党の政治っていうのを評価してるんですけどまああのー、俺からするとその今の状態では政権批判するのが普通みたいな考え方は相当頭悪いと思ってますよねあのー、なんかさその普通に過ごしてて なんかこうこうこういう理由でせい今の政治はおかしいみたいに思い始めてでねえあの俺ねえ今まではこうだったけどあの政権が今の政権はおかしいんだっていきなり目覚めて言い始めてるやつって相当頭悪いと思いませんあのどこでその真実を手に入れたのか知らないですよ。 あのね霞が関も潜り込んでなんか情報を手に入れた人かもしれないけど結局その人たちが手,あの手に入れた情報って誰かがばらまいた情報じゃないですかあの嘘か本当か分からんようなでその嘘か本当かの審査もろくにしないまんま「今の政権はおかしい」って結論が出ちゃうっていうあのー、相当頭が悪いと思うんですよ。<laughs> あの <laughs> まあ僕なんかはね、こういう風にね、笑っちゃうんだけど、あの、正直ね、あの言い悪いの判断はね、まあ、こっちもこっちでしてるんすよ。なんだけど、じゃあ、そう、だから政権を変われみたいなことは、俺は言わんすよ。だって、あの政権担当能力がないのは明らかじゃないですか。あの、野党の皆さんが。例えば、あの、俺、立憲と、 共産党社民に入れたくないんですよまあ、令和もか。<laughs> なんだけど。まあ、令和はおまけみたいなもんで。じゃあ、自民以外の政党に入れてくれって言われたときに、例えば維新とかさ、あまあまあ、ついでに国民民主とかあ、なんなら N 国とかさ、その辺に入れたとしてさ。<laughs> あの あのー、でそいつらが政権取った時にさ政権運営する能力があるかっていう話を俺はないと思ってんのよで政権を運営する能力に関してはあのー、自民党はまあなんだかんだやってるから継続はできるてか俺継続するっていうことの大変さをすごい知ってるからさあのー、まあね 俺がそのね、チャンネル登録して、あのコメントをせこせこ入れてる YouTuber でも突然いなくなる人って結構いるわけよ。で、俺の友人もね、YouTube やってるけど、やってるけど、ここ数ヶ月は更新もしてないし、やっぱりその3ヶ月を超えて続けることって結構大変なのよ。で、それをさ、あん、10年とやってるわけじゃん。まあ、俺はそこは評価してあげたいなと思ってる。で、 あのー、その継続していくね世の中が継続していく中で自分がいかに頑張るかっていうのを俺は重視してるからねあの自分がうまいこといかないからって世の中が変われって思ってるのはものすごい傲慢な考えだと思ってるから俺は <laughs> あのは <laughs> いあ,あのー、すごいよねだから俺にはそれは考えられないっていうか、うん、何神様にでもなったの君らみたいな 俺はそんな気分になっちゃうからだから俺は世の中に変わってほしくないあのーで俺よりもうまくやってる人間とか俺よりもその儲けてる人間がまあ目の前にいたとしてあすげえなとは思うけど羨ましいとも思わないしだって俺じゃないもんあの嫉妬もしないよ おーすげーで終わりだよだって俺の金じゃねえし。<laughs> あのっていうそういう話でねだからねあのー、そういうさあのさ例えばその左翼系のアカウントでさその自分のことをさ、あのー、いろいろ頑張ろうとしてる人間っていうのをあんまり見たことがないんだね。 俺そっち側の人にはそういう人間に頑張ってなってもらいたいなーなんていうそんな願いがあるんだけどねまあいつも人の批判ばっかじゃんかあれなんとかならんのかなーっていうそんなふうにはいつも思ってますまあそんな感じでね、えー、今回リクエストがあったんで、えー、こういう話をしてみましたというあのー、まあ池江璃花子さん俺頑張ってほしいんだよだってさもうその オリンピックの水泳なんて鈴木大地とか岩崎京子の頃からさずっと見てんだよで一時期さ全然勝てないような時期もあったけどさあの背泳ぎあの入江選手とかさまあ北島康介とかもそうだ、ね、まあ頑張ってる選手がいてもう今なんか結構さ黄金期じゃないですかまあいろいろあったけど瀬戸さん瀬戸選手とかね <laughs> あの, <laughs> あのすごい選手がいっぱいね ね、どん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 出てくるっていう状況でまあ池江さんもねもう一生に一度っていうかね本来であればもう絶対情王として全盛期で出てくるはずがねそのコロナの影響っていうコロナの影響じゃねえ白血病のせいでねちょっとだいぶ遠回りはしたけどそれでも俺頑張ってほしいなって思ってますじゃあ終わりにしましょう以上パチョウでしたバイバイ